博多総合車両所。博多総合車両所は、西日本旅客鉄道、JR 西日本の新幹線車両が配置されている、車両基地及び車両工場である。山陽新幹線が博多駅まで全線開業する前年の1974年に、当時の日本国有鉄道、国鉄により開設された、新幹線用の車両基地である。 山陽新幹線に付随する唯一の総合車両基地である。開設当時は山陽新幹線にとどまらず、まだ計画段階だった九州新幹線の車両基地としても利用されることを想定していた。しかし国鉄分割民営化により山陽新幹線と当車両所を含む関連施設が J 西日本に承継された一方で、その後建設が始まった九州新幹線の 運営主体は九州旅客鉄道 JR 九州となり九州新幹線の車両基地は当車両所とは別途設けられることになった2004年の新八代駅以南の部分開業時は川内駅に隣接した川内新幹線車両センターが暫定的な車両基地となり全般検査は鹿児島総合車両所まで輸送されて行われた二千十一年三月の全線開業後は 新たに、熊本駅の南方に、熊本総合車両所が建設されている。博多駅の南約9キロメートルの場所に位置している。敷地の北半分が、福岡県春日市、南半分が、福岡県中川市にまたがっている。事務所が、中川市側にあるため、所在地は、中川市中原東2丁目となっている。地元では地名にちなみ、中川新幹線基地と呼ぶこともある。 校内の一角に1990年開設の博多南線博多南駅があり、駅舎が春日市川にあるため、駅住所は春日市場白水八丁目となっている、本車両所への出入庫列車を利用して営業運転が行われている。九州新幹線の本線とは当車両所北側の福岡市南区穴が四丁目で分岐する構造となっていが JR 西日本と JR 九州の管理協会は、博多駅構内ではなくこの場所となっている。本所では、全般検査、台車検査、交番検査、資料検査及び ATC 特性検査などの各種車両研修を行う。総務課、車両課、技術課、試験課、設備課、構内運転課、電車センター、台車センター、運センターの各課、各センターに分かれており、 三センターが現場作業を行っている。また、博多駅構内には博多駅ホーム破室があり、九州新幹線を含めた博多駅で折り返し、運転を行う列車の折り返し検査を行っている。着発線21線、組み替え、電流、通路線9線、研修湖線7線、台車振り替線2線、車輪検索線2線を備えている。 岡山県岡山市北区北、長瀬本町にある、車両基地で、開所当初は、大阪第一運転所岡山支所としていたが、国鉄分割民営化時に、大阪第一運転所、現、大阪市業検査車両所が、東海旅客鉄道、JR 東海の折となったことから、独立した組織である、岡山新幹線運転所であった。研修船2線と、 電流線14線を備えており、17番線、通路線からは、岡山保守基地と行き来することができる。主な業務は、新幹線車両の交番検査、仕業検査、臨時検査、ATC 特性検査などである。現在、車両の配置はなく、運転士、車掌の配置もない。広島県広島市東区にある、車両基地で、会所当初は、独立した組織である、 広島新幹線運転所であった。芸備線、野外駅の北側にあり、東基地への回送線は、広島駅の東側、岡山寄りで上下本線に挟まれ単線で分岐している。開設当初は、研修線2線、留置線8線、試運転線1線と引き上線1線を備えていた。主な業務は、新幹線車両の仕業検査、臨時検査、 広島駅発着車両の早朝、深夜帯における夜間留置などである。開所当初は、しわざ検査線2線、着発収容線9線の全11線で、すべて16両編成対応だった。2010年3月に、臨時の広島運転所、矢賀発出所電流線跡地の活用で、新たに着発収容線9線が増設された。増設された線は、 12番線から17番線は8両編成に、18番線、20番線は16両編成に、対応になっている。したがって、現在は、研修線2線、留置線8線、試運転線1線、着発収容線9線の陣用になっている。かつては912系ディーゼル機関車が配置されて、いたが、現在、貨車のみ配置されている。運転士、車掌の配置は、 支所としてはないが、同式地内には、乗務員区所の広島新幹線運転所も置かれている。新幹線鉄道事業本部の略号である、三木と、博多の電報略号である、墓から構成された、関墓となっている。JR 西日本所属の山陽新幹線用車両の、全車が本所に配置されている。一部の事業用車両は、登記場は、 本所所属のまま管内の各駅に常駐している。運用的には、東海道新幹線との直通運用に供される16両編成と、九州新幹線との直通運用に供される8両編成、山陽新幹線内に限定して運用される8両編成に分かれている。東海道、山陽、 九州新幹線系統に供される車両のうち、JR 九州のみが保有する800系電車以外の全系列が当車両所に配置されている。2018年4月1日現在の配置車両は以下の通り、他にも車席は抹消されているが、500系、電車900番台の先頭車などが保存されている。毎年10月の鉄道の日付近に、 新幹線フレアイデーと称して一般公開が実施される。かつては新幹線サマーファミリーフェアと称して7月20日前後に一般公開と新幹線車両の試乗会を実施していたが2005年に発生した福知山線脱線事故の影響で同年以降中止され2008年から開催時期を10月とし一般公開のみとして再開している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。